すごい人の数がいます。ライブ前の物販の状況って感じですね。ちょっとありに見えるんですが、すごいいますね。そのライブ会場の横のホールで物販が行われてるみたいです。大盛況ということで、でもすごい並ぶ。2時間ぐらい待つかもしれないですね。もっと早く入っておけばよかったですね。今11時半でこれなんで、幕張メッセは大体14ホールぐらいあるのかな、14か15ホールっていうのは、体育館でかい、超でかい体育館ぐらいのやつが14個ぐらいあるイメージで、でその隣に、その隣、ライブ会社の隣で物販コーナーがあるという感じです。でもまあすごいな。でも思いっきり普通のそのキングヌーっぽい曲、なんか僕はそんなめちゃくちゃ詳しいわけじゃないんですけど、いっぱいその低音でガンガン聞こえてましたね、キングヌーの曲が。リハーサルのね、そういう感じです。開演まであと5時間ぐらいなんですけど、結構キングヌーはリハーサルはちゃんとしてるみたいですね。当たり前か、なんか機材とかあるんだから。すいません、ありがとうございます。あ、でもすごいキングヌーのなんか写真撮れるコーナーみたいなのもありますね、向こうに。いいな、じゃあ行ってきます。